シャトルです。さて今回は嘘をつかずに自分を大きく見せる方法について語らせていただきます。はい、まあ、他人にねよく思われたいという気持ちからその嘘をついてね、まあ、自分を大きく見せることは程度の差こそあれ、まあ、誰にでも経験があるんじゃないでしょうかと思うんですけども、ただその嘘をついてね自分を大きく見せても、まあ、結局はね自分がね辛くなるだけだと思うんですよね。そんな時どうすれば良いのかってことなんですけども、結論からね先に言うとこちらです。嘘をつかずに相手に誤解させてしまう話し方をすれば良いということなんですね。はい、これは例えばね、まあ、忙しいと聞かれて特に忙しくないけれどもなんか忙しさをねアピールしたいならば今はそうでもないよとかね結構曖昧な返答とかをすればよくて、でそうするとね、まあ、今はという言葉からその聞き手がね勝手に今は忙しい人というね誤解をねしてくれる可能性があるってことなんですね。なのでこうすることで嘘をつかずに少しだけなんですけども見栄を張ることができるというお話でございます。ぜひ参考にしてくださいませ。それではご視聴ありがとうございました。